しばらくお互いゆっくり話もできんかった。改めて聞きたい、今後リアルワールドはどう干渉してくると思う？お主の知己の者である菊岡とは連絡が途絶えてしまったと聞いたが。うん、俺も話したいと思ってた。カーディナル、ラースはアンダーワールドの時間の流れを変えることができるって話したことあったか？菊岡さんとつながった時は時間の流れは等倍だった。おそらく今等倍ではなく、こちらの世界だけ加速している状態だと思う。こっちで何日も経ったのに、あっちでは数秒しか時間が進んでないってことだってあり得る。ふむ、つまりリアルワールド側からの迅速な対応は期待できないということじゃな。理解が早くて助かるよ。そしてそれだけじゃない、あっち側ではガブリエルが所属してると思われる部隊と交戦中のはず。ここでは暗黒神ベクタの姿を借りておったやつのことじゃな。彼らの戦いの決着がつき次第、ラースが勝てばコンソールに連絡が来るだろう。それとガブリエルと関係性が不明なプーも、ラース側が負けたとなるとログインしている俺たちの死もあり得る。俺やアスナたちの体はラースの拠点であり、現在攻撃を受けてるオーシャンタートルにあるからだ。無防備な体を攻撃されたらそれで終わりだ。なるほど、あのベクタ、いやガブリエルの存在は我々アンダーワールドの民だけでなく、お主らにとっても脅威ということか。アリスがガブリエルの手に落ちなかったのは本当に幸いじゃったな。アリス自身の安全だけではない、この世界にとってもじゃ。冷たい言い方になるが、アリスはリアルワールドへの交渉材料となりうる。彼女の存在とこのアンダーワールドそのものを軽視せず尊重してもらえるよう選ぶことができるなら、我々はラースの者たちと交渉をすべきじゃろう。ベクタの姿を借りたリアルワールド人の暴虐行為を味わった後ではな。そう思わざるを得ない。あちらと対話が成り立つとは思えん。うん、そのことはアリスにもユージオにも話してる。最初はすごく取り乱してたよ。我々はリアルワールドのおもちゃではない。どうしてそんなひどいことができるの？そう、はっきり言われた。お主に怒るのは窓口となる存在だからじゃ。他に怒りをぶつける場所がない。仕方なくじゃ、お主がただ巻き込まれているだけの存在であることも理解しているはずじゃ。心の底ではな。分かってる、最終的には納得してくれた。しばらくギクシャクしてたけど、今ようやく前みたいに喋れてる。次に菊岡さんと通信がつながったら、アリスも自分から交渉に臨みたいと言ってくれてる。俺からもラースに働きかけるつもりだ。見ているだけのつもりはないよ、絶対に。事件でも起きたのか？はい、シャスターさんがベクタの呪いが起きたって。とにかくオブシディア城内の大広間へ来てもらえますか？他の人は私が声をかけます。わかった、準備でき次第大広間へ向かうよ。
人界の者たちまで集まってもらってすまない。だがいずれはそちらにも拡大する災いかもしれんと判断し、状況説明の場を設けさせてもらった。何構わん。して、ベクタの呪いとは。暗黒界の各地でベクタの姿を見たという報告が上がってきている。でもベクタはキリトが確かに倒したはず。分かっている。それを疑っているわけではない。俺も実際に見たわけではないが、山ゴブリン族の領地と平地ゴブリン族の領地から報告が上がっている。領族長、状況説明を頼む。何度も説明はしないぞ。よく聞け。我が領内でベクタの亡霊が出たと報告があり、目撃情報の場所へ行った。確かに見た。暗黒神ベクタ様、いや、奴の姿を。まるで正気がない影帽子のようなあり方だった。こちらも同じ状況だ。ああ、思い出しただけでも恐ろしい。真似はするな、なめくじ食いめが。報告もまともにできんのか。していない。同じものを目撃してるんだ。こういう報告になるだろう、大バカ者。頭に海でも湧いたか。まったく、口を挟むな。本物なら兵を揃えなければ太刀打ちできん。我々は一旦退却した。お二方会議中よ。喧嘩は後でやって。さて、この辺りから暗黒術師ギルドと暗殺者ギルドも関わり出したわ。我々はあれをベクタの影帽子と名付け、さらに調査を進めました。そして影帽子が出現する場所に未知の建築物を見つけたのです。それは神殿の形をしていました。オーガの領地、同じ謎の神殿生まれた。民怯えている。神殿から獣が生まれてくる。領地汚された。オーガの領地、オーガのもの。ベクタの影帽子、俺も見た。カゲロウのように消えた。ジャイアント族の領地も謎の神殿できた。あんなものは今までなかった。同じく神殿から獣が生まれ、民を脅かしている。ジャイアント族の戦士は勇敢だ。獣に立ち向かったが、倒しても倒してもキリがない。調査のために暗殺者ギルドも人を出しました。どうも謎の神殿とやらは無限に魔獣を増殖させる力が働いているようです。私も確認したわ。あの神殿自体がそういう作用の暗黒術がかけられているみたい。いわば魔獣製造のかまどの役目を果たしているわ。ええ、放っておけば各地にある神殿が生み出した魔獣が暗黒界を我が物顔で跋扈して土地や民を食い尽くすでしょう。そこが一番の問題です。我々は今侵略を受けていると言っても過言ではありませんよ。ただでさえ資源不足の問題は常にあります。早急に対応すべきです。ふむ、つまりまとめるとこうじゃな。暗黒界の各地に謎の神殿が出現した。それにはベクタの影帽子が見え隠れしておる。神殿から生まれた魔獣は放置すれば暗黒界だけではなくアンダーワールド全体を脅かすような第三の勢力になりかねんと。現地の調査情報がもっと必要じゃな。愛は勝った。人海側も人を出そう。世界が不穏なままでは
和平どころではない。英断感謝する。ではこれより各地に人員を配置し、まずは民を守らせる。それとは別にベクタの影防止とやらの調査も始めるぞ。来たか。すでに各地に剣士や術師が調査班として派遣されておる。キリト、お主には原因を解明する対策班となってもらう。目的は二つ。ベクタの影防止と接触し、その存在を解明すること。謎の神殿内に入り込み、魔獣の流出を止めることじゃ。現在4つの地域で神殿とベクタの影防止の姿が確認されておる。仮ではあるが名称もつけた。既得エリア、山ゴブリン領、近畿の神殿養老。既得エリア、平地ゴブリン領、近畿の神殿正気。既得エリア、大賀領、近畿の神殿崩落。既得エリア、ジャイアント領、近畿の神殿湾曲じゃ。まずは既得エリア、山ゴブリン領内の近畿の神殿養老から行ってもらえるか。すでに現地で手助けする者が待機しておる。わかった。それにしても今回の騒ぎの原因見当がつくか。断定はできんが、これもあらかじめ設定された神話措置なのかもしれん。今までもラースに設定されていた存在が動き出してこの世界に余波をもたらしたことはあったじゃろう。ガブリエルはベクタのアカウントをロストした。でもベクタのアカウントはこの世界では神話の大物暗黒神ベクタが倒されたことで新たに別の神話が発動したということか。ありえなくもないな。 AI の限界突破を狙った措置の一つと言われればいかにもラースらしい動きだ。この世界が仮想世界だからといって神殿なんてものを住民に知られずに建ててしまうのは至難の業じゃ。あらかじめ設定されたものが出現しただけと考えるのが妥当じゃろう。ベクタの影防止についてもその線が濃厚じゃが、それはお主の報告を待ってから判断するとしよう。そうじゃ、調査をしながら探して持ち帰ってほしいものがある。もしかしてドルシーの覚醒治療薬の材料か。そうじゃ、4つほど集めてほしいものがある。それが覚醒治療薬の材料となる地図に印をつけた。現地の住民で採取可能地域を知っている者がいるはずじゃ。調査をし持ってきてほしい。了解。神殿養老へ行くがてら各地を回って回収してくる。頼むぞ。お主が現地に行っている間にわしも万が一のための対抗措置を準備しておく。何があろうと一旦は戻ってくるのじゃ、キリト。わかった。じゃあ行ってくるよ。今回キリトと行動するのは僕とアリス、いつもの3人だね。カーディナルさんが配慮してくれたのかな。おそらくは精神的な支えではないでしょうか。ドロシー殿のことだけではない、カイナンの死もありましたから、友の力が必要です。アリスだってリアルワールドのこと、君があちらで軍事力として重要視されてることでまだ動揺はあるだろう。それを言うならユージオだって、親友がこの世界の創生者側だったこと。私たちは
彼らに作られた存在であることに戸惑っていたでしょう。だからこそだよ、僕らは支え合わなきゃ。同感です。行こう。何があっても僕らは離れない。まずは近畿の神殿ヨーロだ。ん？なんだろう。ちょっと。Thank you.
なんだ ありがとう。よかった。はい、実は
はい。なるほどね。あ、助かった。あ、様のところへ報告ですか？私たちもなんです。ロニエ、それにティーゼも。じゃあ一緒に行こう。最近ゆっくり話してなかったな。そっちは何をしてたんだ？カーディナル様に頼まれてダークテリトリーの強力な魔獣と戦ってリソースになる素材を集めてました。それをさらっと言えるくらい二人とも強くなってるってことだよね。すごいな。聖号騎士になる日も近いんじゃない？ユージオ先輩がなるなら目指したいです。私は先輩の背中をずっと追いかけていたいから。私も。先輩方は実際のところどうなんですか？今最も聖号騎士に近い方々だと思うんですが。って言っても俺たち修剣学院を卒業できてないしな。なんだかんだカセドラルにいるけど僕らって何なんだろうね。カーディナルの私兵かな。カセドラルの雇われ傭兵？当てはまらなくもないけど。キリト、みんなの言うことあんまり聞いてないじゃないか。会議もすぐ逃げるしさ。言えてる。ここでの俺の将来なんて考えてみたこともなかった。だって俺はいつかこの世界から。どうしたの、キリト？いや、なんでもないよ。喋ってばかりいられないな。カーディナルに報告しに行こう。どこにいるかわかるか？ドロシーさんが眠っているお部屋にいるはずですよ。セルカと交代で神聖術を施してます。行きましょう、先輩。ロニエ・アラベル、ただいま任務より戻りました。同じくティーゼ・ストリーネ、任務より戻りました。カーディナル様、お求めの品ご用意できています。俺からも覚醒治療薬の素材を渡しておくよ。あと報告がある。聞いてくれるか？うむ、セルカ、みんなが持ち帰ったものを預かってくれるか。ロニエとティーゼは休んできてくれ。キリト、報告を聞こう。DIL の言っていた通り、魔獣が増殖し続ける暗黒術の類がかかっていると考えて間違いないようじゃな。おそらくはその再生の力を断ち切らねば、ベクタの影帽子もあやつが守る神殿も鎮静化させることはできぬじゃろう。カーディナル様、覚醒治療薬の準備できました。お願いします。持ち帰った素材で調合してくれたのか。ドロシー、
起きるの？そうできるように今から頑張ってみる。サライ、応援してくれる？うん、する！セルコ、頑張って！よし、セルカ、同時に新生術をかけるぞ。はい、カーディナル様。目覚めてくれ、ドロシー。こんな終わりはあんまりだ。君ともっと話したい。同じ時を過ごしたい。お願いだ、ドロシー。目覚めてくれ。やった！成功だわ！ドロシー、俺だ！キリトだ！わかるか？キリト、ここは、戦争は、みんなは、どうなったんですか？あれから、誰か傷つきましたか？キリト、君のことを、召喚は守れたのですか？ドロシー、どうしていつも他人のことばかりなんだよ。自分の体を心配してくれ。キリト、ずっと目を覚まさなかったんだぞ。その間俺、あの時なんで君を止められなかったのかって、俺ずっと後悔してて。キリト、キリト、泣いてるんですか？泣いてない。キリト、泣いてる。ドロシーが泣かしたんだよ。ドロシー、サライも涙出てきた。サライ、キリト、ごめんなさい。ドロシーはね、サライの友達なの。いなくなっちゃダメなんだよ。サライ、いい子にするから、いい子にするから、ガイナを見たく、いなくならないで。サライ、ドロシーが目覚めたことはシャスターやリピアだけでなく多くの人に喜びの知らせとして届いた。自身の身を捧げてまで戦争を止めようとした彼女は今や和平の象徴となっていた。ドロシーの回復を待って、俺は改めてカーディナルからベクタの呪いの解決のための話し合いで呼び出しを受けた。